疲れ様です。西尾でございます。すいません、ちょっと昨日、月曜日なんですけど、YouTube の動画が投稿できなく、開放にアップしております。土日、北海道の方に行ってまして、イベントさせてもらってですね、ちょっとネタの方がですね、私、その日に撮ってその日にあげるスタイルみたいな、昨日帰って撮ろうかなと思ったんですけど、もうちょっとだいぶ疲れてて、すいませんけども、ちょっとこう、振り返るというか、日にちが一日ずれましたけど、トラブルっていうのがですね、初日目土曜かな、土曜日行って、そっからレッスンをちょっとやるんですけど、やる予定になってて、レッスンを1時間目した時に、ギター繋いだら、音出るんですけど、なんていうんですかね、音の感じとか、なんかその、ボリューム、こう、ガリッと、なんかちょっと、あれ音量小さと思って、クッてやったら、出るみたいな、もう不具合が生じて、うわ、これやってもうたと思って、一応ギリ音出るんで、その1時間目のこうレッスンはなんとか終えたんですけど、まあ、次の日ライブじゃないですか。だから俺、うわーこれでもこの後俺レッスン全部終わったらもう楽器は絶対閉まってる時間なんで、うわどうしようとかって思ってたら、もう北海道の皆さんほんまに死ぬほど優しくて、そのレッスン1時間目受けた人が、俺のギターを持って、楽器屋ちょっと行ってきますよって言ってくれたんですよ。で、その間、俺の手元ギターないんで、その生徒さんのギターをお貸ししますんで、つって、マジっすかってなって、もう、いや、申し訳なさすぎるんですけど、もうこれはちょっとこれ甘えるしかないと思って、行ってくれたんですよね。でもね、こうレッスン中にまた戻ってきてくれて、20分ぐらいで戻ってきてくれたのかな。ちょっと洗浄したら、音はこう戻ったんで、それで戻してくれて、ありがとうございますって、まあ、繋いだら確かに音出るから、あー大丈夫だと思って、んで4時間か5時間ぐらいレッスンやったのかな、レッスンやってで終わって、でもまだでもトラブルが終わったわけじゃなかったんですよ。瞬間的にはこう戻ったんですけど、やっぱ使ってる間にやっぱり不具合が出て、んで、あーこれちょっともしかしたら明日やばいかなと思って、現段階では出るんですけど、なんか自分の経験上これちょっとやばいかもなと思って、その最初のその生徒さんを持っていくって言ってくれてた楽器屋がすごい近くにあったんで、ビッグボスさん、札幌店さんがあって、そこ持っていくって言ってたんで、あーちょっと明日の朝そこに持っていこうと思って、でなんか適当に飯食って寝て、で10時ぐらいに行ったのかな、今から楽器店さんに行ってきます。ギター当日治るのか、いやー当日の機材トラブルってなんかめっちゃテンション下がりますね。いや俺これ1日で治らんかったらもう最悪お客さんかなんかに連絡してギターお借りするか、まあもしくはお店のやつもあるんでお店のやつをお借りするか、まあそっちの方がパターンとしては一番有力候補やったんですけど、それかもう買うかみたいな感じだったんですよね。そこのビッグボス札幌店さんはその時初めて行くんですけど、パッと見せたら、いやな、1日も全然かかんないですね、30分ぐらいで治るって言ってくれたから、それでうわ助かったと思って、原因はなんかねポット交換したんですけど、そこでもちょっと学ばれて、結果的にちょっと配線がね、やっぱね、怪しかったみたいで、それ直してくれて、それでもうバッチリ音出るようになって、まあいや、どうにかなるんですけど、やっぱその時の心境としては、うわ、どうしようみたいな、もう時間もあんまないし、その後ちょっと予定あったんで、ライブ前に。だから、いやーと思ってたんですけど、もうバッチリ直してくれて、めちゃくちゃ助かりましたね。いや、ほんまに助かりました。ビッグボス札幌店さんに本当に感謝しております。めちゃくちゃ助かりましたし、その1日目にこう楽器店に持って行ってくれた生徒さんにもめちゃくちゃ感謝してます。ほんまにその人がそのミスを教えてくれたんで、いやそれでね、そっからもうライブしたんですけど、ちょっとね俺いつももうね本編撮り忘れるんですよね。撮り忘れるとか撮ろうと思いながらなんかいろんなこと考えてたらもう忘れてもうて、その、ライブを終わった後の軽くこう高橋良樹とジャムしたやつは残ってるんですけど、いやでもね
めっちゃ盛り上がりましたね。来てくれたお客さんもこう、うわーって盛り上がったし、俺らもなんかもうわーって盛り上がったし、いや、めちゃめちゃこうエネルギー出し合ったライブになって、もう来てくれた皆さん、そう、会場がアフターダークというところなんですけど、そのアフターダークのスタッフの皆さんとバンドメンバーには本当にもう感謝というか、めちゃくちゃいい楽しいライブができてありがとうございます。本当にもう人のおかげでやれてるんだなと思って、そのね、ライブ終わった後に来てくれたお客さんと寿司食いに行ったんですよ。寿司三昧に行ったのかな。もうそこの寿司がね、期待以上のうまさを叩き出しましたね。あの初日目俺昼ぐらいについてレッスンして飯食わずにで終わったらもう結構いい時間だったんで、なんかもう近くにある適当に空いてるとこ入ったんで、それがなんかカレー屋やったんですけど、北海道的なものをちょっと食えなくて、で次の日も昼そのね、ギターのそのトラブルと、まああとは別の用事があったんで、それやって時間なかったパンしか食ってなかったから、もう寿司がねうまくてうまくて、もう腹も減ってたし最高でしたね。その後なんかすすきの近くあるんで、そこら辺でなんかこうブラブラしたというか、お店に入ったわけじゃないですけど、なんかセイコーマートに行ったのかな、近くにある、それでアイス食ってちょっと写真撮ってそれでちょっと北海道を最後堪能したというか、いや、めちゃくちゃ楽しかったですね。北海道のね、これも買ってきましたよ、白い恋人。北海道といえばこれみたいな感じなんでしょうかね。いや、全然あの案件とかじゃないですよ。白い恋人が俺のところに案件来るわけないんで、北海道のお土産といえばこれなんですけど、これも買いましたし、バッチリでございます。いや、まあこんな感じで、ちょっとまあガンガンまだまだイベントやりたいと思ってますんで、現在ちょっと今決まってんのがね、急遽決まったのもあるんですけど、ね、9月16日の愛知県のね、長久手、愛曲楽器さんかな、長久手店、そこでちょっとギターセミナーすることになりましたんで、もしよかったら来ていただきたいなと思いながら、あとはバンドライブはね、10月15日かな、それなんか、大阪の心斎橋か、あのほかげっていうライブハウスでやるんですけども、絶賛もチケット受付中なんで、ぜひお近くの方はね、遊びに来てくださいませ。ガンガン頑張っていきますんでね、今後ともよろしくお願いします。